2023-24 Wリーグカップグループステージ第4節、浦和対広島グループA首位攻防戦です。まずは立ち上がり1分のシーン、長いボールから広島中島吉野が左サイド抜け出して右足のシュート、ただここはゴールキーパー福田がブロックしました。最後は高橋美幸のシュートもありました。アディショナルタイムです。浦和のシーン、栗島から右サイド遠藤、最後は塩越のシュートでした。前半0対0スコアレスで後半へと折り返します。48分広島のシーン、コーナーキック、小川のキックに最後は柳瀬のゴール、柳瀬 B リーグ初ゴールです。小川のこのクロスも素晴らしかったですが、佐山が落として最後は反転して柳瀬、嬉しい B 初ゴールを決めました。53分です。広島のシーン、フリーキックからでした。小川の直接シュート、広島追加点、素晴らしいシュート、福田も手を伸ばしましたが右足一閃、小川の豪快なゴールが決まって2点にリードを広げました広島。次は浦和のゴールシーン、90分プラス2分でした。清家が受けて右足のシュート、浦和が1点返します。途中投入の清家、今季初ゴールです。ここ島田が粘って右へ送ります。清家が受けて、1人ディフェンダーいましたけれども左隅に流し込みました。浦和対広島のゲームは1対2広島が勝利しました。広島グループステージ突破を決めています。